こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。ナナインターナショナルです。今回はですね、ダブルタップスの T シャツや、パンツの方をですね、紹介させていただきます。こちらとなります。まずこちらですね、デザイン SS になるんですけど、こちらが2016年の AW ですかね、にリリースされました、カレッジロゴがプリントされた定番のデザインのデザイン SS となります。で、2016年のモデル、まあ、裾についてるタグは黒タグになりますね。で、左袖に赤タグのピスネームのタグがついてます。で、フロントにはダブルタップスのロゴがプリントされた定番のカレッジロゴの T シャツとなっております。で、お次がですね、スポットの T シャツになるんですけれども、こちらが、2020の AW ですかね、リリースされましたファブリケーションですね。ダブルタップスのロゴをメインに、周りにスペックのプリントが施されたデザイン T シャツになります。で、お次がこちらも 2020AW リリースのドットですね。結構最近のモチーフとして使用されているこのサークルに WT のロゴのプリントが入ったスポット T シャツとなっております。で、バックにはダブルタップスのロゴですねがプリントされております。そしてお次がですね、こちらですね、こちらがジャングルストックになるんですが、2020年、去年の春夏のモデルですねの、ジャングルストックになります。もう定番のダブルタップスの定番のロックポケのカーゴパンツになりますね。で、こちらはですね、まあ、ウッドランドカモの生地にですね、後染めを施したようなちょっとフェードしたウッドランドのカモが特徴的なカラーリングとなっております。で、最後にですね、こちらが、今年ですね、2021年 SS リリースのタック02ですね。フロントに、まあ、タックが2本入ったワークパンツタイプの結構ワイドシルエットのパンツになりますね。ほんと、まあ、ヒップ周りはゆとりのあるシルエットで、まあ、裾にややテーパードを効かしてワイドなシルエットが特徴の、タックのパンツになります。で、生地感もコットンポリエステルですかね、今後の結構ちょっとやや光沢のある張りのあるしっかりとした生地を使用したパンツとなっております。以上ですね、のアイテムも、ウェブの方にアップしておりますので、ぜひそちらの方も、チェックしていただければと思います。何かご不明な点、気になる点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。それでは本日はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。